ここまでのファイナルファンタジー XIII-2。 彼の名はノエル・クライス。何？俺の獲物なんだ。戦えるだろ。選んだのは科学の力だった。政府に代わって実権を握った臨時政府は研究機関アカデミーを設立。失われた技術を古代の遺跡に求めた。調査エリアの一つ、ビルジ湖畔。遺跡から出土したのは未知の巨大兵器だった。未来へと進んでいるつもりで過去にぶつかってしまうことがある。もう取り返しのつかない過去を見つめるとき、心は苦い後悔に染まる。セラ、お前はここで自らの過去に出会うだろう。お前は過去をどう受け止める？
見えない巨人か。